今回はダイソーで購入したスライムをご紹介します。皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。それでは早速ご紹介していきましょう。はい、でね、今回はスライムうんこちゃんっていう子とキャビア風つぶつぶ粘土で、あとはこのなんだ試験管の中に入ってるグニュグニュジェルフラワーセットというもので、このスライムなんですけど、スライムの中になんと花が入れるらしいんですよ。とっても素敵なスライムになりそう。次これ、あ、じゃあ昔似たようなのを紹介してたんですけど違かったんですよ。なので今回購入してきました。調味料型ドロネーバーです。でね、なんか上になんか書いてあるんだけど、商品は3タイプありますって書いてあるんですよ。これも見てもね、ちょっと違うんですよ、前紹介した動画と。だからまた見つけたら紹介していきたいと思います。じゃあ紹介していきましょう。じゃあこれからバターを、はい、じゃあこちらから紹介していきます。パッケージはこんな感じになっています。でね、これね、結構ね、しまいにくいんですよ。だからちょっとだけ出しますね。開けましょう。はい、わさびと醤油です。じゃあまずわさびから。はい、わさびの全体はこんな感じです。ほんとリアルだね、形がね。じゃあ出してみましょう。見ていくよ。はぁ、あ、はぁ、あ、って分かる、このさ気持ちいい感じ。いきます。吸っちゃったね。出そうと思ったら吸っちゃった。あ、タプタプしてる。もっと出す。これね、ちぎないとね、吸われちゃう。よし、もういいや、全部出しちゃう。うわー、これ吸っちゃうんだよ。うー、出せた出せた。はい、全部出せました。色がね、とってもそっくりです。ほら、こんぐらいのね、量ですね。これすごいタプタプで、なんかあれですね、タプタプでもちょっとだけでもね、気持ちいいんですよね。こんな感じ。はい、わさびだよ、食べましょう。うわ、辛い。よし、ちょっとやってみましょう。まずこうした方がいいね。ちょっとずつよろしくお願いします。こんなんでね、ずっとやってたらね、動画がね、長くなっちゃう。超。じゃあ次、醤油紹介します。はい、醤油の全体が、醤油の全体がって面白い。醤油の全体がこんな感じです。なんかさ、ちょっと微妙に超紫っぽくない、なんか色が気になります。じゃあ開けてみます。半分にしとく。あれ待って、なんか半分ぐらいにしとくか。よし、ほら、あれ、ちょ、これさ、醤油じゃなくて紫じゃない？ほら、紫っぽくない？なんかあれあれあれ。まあいいでしょう。こうやって見るとね、黒っぽいんだけど、ちょっとだけ紫なんだよね。でもね、いい音。水をね、タプ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 してるね、音がします。気持ちいい。タプタプタプ。はい、こんな感じでした。やってみよう。は、は、いけるいけるいける。結構すごいよこれ。あ、出ちゃう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 。わさびは全然戻らない。わさび貸して。なんか細いから、ここがね、穴が小さいから。わさびの方が穴がなんか小さいらしくて、こっちの方が穴が太いからかな。最悪。あのさ、あとちょっとのところでさ、しまえないんだよ。よろしく。はい、じゃあ次はね、じゃあこれにしようか。キャビア風つぶつぶ粘土。ねえ、これね、キャビアって食べたことないんだよね。どんな味するの？食べたことある？うん、どんな味？美味しい。はい、じゃあ開けてみますね。よいしょ。おーと。はい、じゃあ開けてみます。硬い。
おー、開いたー。やばくないこれ。黒いスライムじゃん。へえ、黒いスライムってさ、結構昔にさ作ったよねこれ。あー気持ちいい。これ初めはね、あれだよね、全部取り出せないんだよね。おお伸びる。おお、前ね紹介したことがある納豆粘土みたいなさ感じだね。その黒バージョンみたいな。下にねスライムがね溜まっちゃってね、やばい。スミスライムよいしょ。こんな感じで嬉しいでしょう。はいはい、こんな感じです。おお結構音良きです。伸びる超。本当にこんな感じなのかな、キャビアって。食べてみたい。どこで売ってんだろうキャビアって。どこで食べたの。こんな感じ、音は結構いいです。はい、こんな感じでした。はい、次はこちら、スライムうんこちゃん。これは多分吸うんだろうね。開けてみます。はじめはなんか人形みたいなのかなと思ったら、スライムって書いてあったんですよ。ということで開けてみます。ここか、横。あ、横だ横だ。ババーン。すごいすごい。はい、入っていたのはうんこちゃんとスライムです。スライム超タプタプだけど溶けてないよね、怖い。まあいいや、開けてみましょう。開けます。じゃあ出していい？サーディレッツゴー。あ、スライムだ。よかった。こんなタプタプのスライムってあるんだ。そう、私触った中で一番タプタプかも。すごい。なんかさ、本当に触ってるみたいで怖い。こんな感じです。今回タプタプ系が多いね、スライム。はい、こんな感じです。じゃあ吸ってみよっか。それでは吸ってみます。いくよ、頑張って。べー、あつ。ちゃんとね、全部出れるよね。いきます。失敗した。でー、吸えた。見て、音、いくよ。面白い。これタプタプ系のさ、スライムだったら何でも入るかも。面白い。いきます。でー、すごい。これでも入らないときは手でね、こうやってやったら入ります。いきます。口に溜まってでも出ない。べー。はい、こんな感じでした。さよなら。はい、ラストはこちら。はい、こちらはですね、ぐにぐにジェルフラワーセット、開けてみたいと思います。作りましょう。でこれね、何種類かあったんですけど、私はね大好きな色ピンクを購入してきました。こんな感じですね。まずタプタプの、それタプタプなのかな、スライムと、かわいい。まずスティースライム触ってみます。あとね、今日お出かけだったからつけました。でね、おばあちゃんがね夜来てね、おばあちゃんとお揃いで塗りました。はい、じゃあ出してみます。あ、タプタプ系だねこれは。見て、これすごいいい色じゃない。あ、気持ちいい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 。はい、出せました。なんかね、なんか違う、なんか普通のタプタプよりもちょっと固めのタプタプみたいな感じで、いくよ。音がする、気持ちいい。で、こんな感じです。結構伸びますね。やべやべやん。じゃあ早速、フラワーたちをね、やっていきたいと思います。はい、こちらですね。開けていきましょう。これさ、絶対さ、触るのも気持ちいいけどさ、飾った方も綺麗だよね。はい、じゃあ、さっさと入れてみます。3、2、1、ゴー。おー。
ブロッコリーみたいなのが取れなかった。これブロッコリーみたいじゃない？なんかブロッコリー、ブロッコリー。じゃあ混ぜてみたいと思います。うわー、すごい綺麗。すごい、これさ、考えた人すごいね。花入れるってなんかちょっとザクザクしてて気持ちいい。じゃあね、試験管の中に入れてみたいと思います。ちょっとずつこれ入れた方がいいね。じゃあ入れてみます。まずは最初に、あ、いい音。こんな感じで入れていきたいと思います。ラスト管が、よいしょ、音がやばい、音がやばい。よっ、こら、ちょっとはみ出ちゃうけど、はい、できました。とっても綺麗です。いいね、これ飾っといた方がもしかしたらね、いいかもしれない。はい、こんな感じでできました。かわいい。これ触るのも気持ちいいけどね、こう飾っておきたいと思います。こんな感じでした。はい、ということで今回は100円ショップダイソーで購入したスライムたちをご紹介しました。今回はね、タプタプ系が多かったですね。で、やっぱこの中で面白かったのはこのこれかな、うんちくんで、これがすごく綺麗だなと思いました。ぜひ皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッター、インスタグラム、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。